はい、皆さん、こんにちは。愛者できてるピンクです。ピンクのケイちゃんです。えー、このピンクのケイちゃんもね、あと1本か2本ぐらいのね、動画で、また選択ですっていうね、<laughs> そんな感じなんですけども。はい、えー、今回の話題なんですけども、えー、最近ね、またちょっとね、経験問題、まあ、あの、あるお家のね、まあ、皇室の問題なんかも含めてですけども、ちょっとね、メディアの方でニュース記事というか、まあ、内容によってはね、なんかろくでもないような記事もいっぱいあるんですけども、ちょっとね、あのー、 え、本数というかですね、実際に多くなってきましたね。そういったようちょっと私は気はしておりますけども、どうなんでしょうね。まあ、経験問題に関しては、あの、例のですね、先月の22日と23日にね、え、ニューヨーク州の司法試験を受けましたよね。あそこから一応ね、新しい話題というのは、 別に入ってきてはいないんですけども、まあそういったようなことをね、皮切りに、果たしてね、あの二人どうすんのみたいなことで、いろんなね、週刊誌を中心に記事を出しておりますよね。まあそういったようなことを基づいて、まあこの、この記事はこんなこと、変なこと言ってるな、みたいな形で、ここ私もね、ちょっと1、2週間ぐらいね、そういったような話題のね、動画を中心に上げておりますけども、 今回もですね、えー、ちょっとね、なんだこれ、みたいなね、記事が出ておりました。まあ、出てきたところが日刊現代ではありますけどね、っていう話なんですけどね。えっ、ー、とね、ただね、内容的にはですね、皆さんもご存知かもしれませんが、女子プロレスラーでタレ,ンタ,タレントのジャガー横田さん。この人ね、あの、私と同い年なんですよね。で、私もね、まあ、別に同い年だからっていうわけではありませんが、 この人ね、プロレスラーで昔プロレスやってましたよね。女子プロレスでね。で、まあ見たりもしましたけどね。で、えー、この方がご、えー、結,結婚されたお相手、えー、お医者さんですよね。医師の木下博勝さん。えー、この、えー、人がですね、実際に、えー、お二人が結婚した時も結構話題になったんじゃなかったですかね。私もなんとなく覚えてますね。もう何年前だもうだいぶ前ですけどね。 で、えー、実はですね、この記事の、えー、中でどういう話かというと、この木下さんがね、インスタライブをまず行ったらしいんですけども、その中で、えー、長男のですね、大志くん。これ、お子さん大志くんって読むと思うんですけどね。もし読み方間違ってたらごめんなさいなんですが、高校受験をね、していた長男の大志くん、過去15歳が、 えー、合格して2週間後に寮生活に入るっていうようなことを、えー、夫の木下さんがね、インスタライブの中で話をしたっていうような話なんですね。でね、まあ話をしたらそんだけなんだけどね。<laughs> そんだけなんだけど、えー、私がなんでこの話をしてるかというと、えー、実際にはですね、えー、この記事の中で、えー、どうもね、もともとこの、あの、ご長男のね、このお子さんに関しては、 要はね、将来的にアメリカ、特にカリフォルニアの大学でコンピューターサイエンスを学びますなんていうことを自身の SNS でもね、投稿しているようなんですね。要は海外志向。海外志向の、えー、そのお子さんだっていう話なんですね。 ただ今回はですね、当初の希望校、志望校だった都立国際。私もね、もう最近ね、この高校のこととかね、学校のこととかよく知りませんけどね、どうもこの都立国際という学校に関しては、なんかね、えー、授業もなんかで英語でやるようなね、そういうようなね、まあ、昨今のそのグローバル化じゃありませんけども、そういったようなことに対応するような高校みたいですね。 でもなんかここの高校はなんか落ちちゃったみたいだけど、なんか断念したって書いてあるからね、落ちちゃったのかなっていう感じなんだけどね。で、えー、いずれにしてもね、この息子さんに関しては、小学校4年生まではね、インターナショナルスクールに通ってたらしいんです。で、やっぱりね、ここで、はい、出てきました。インターナショナルスクールですよってことで、もう、 こういう、このね、固有名詞のインターナショナルスクールなんてことを話すとね、もう皆さんピンとくると思うんですけども、なおかつ話してるのはアジアのケイちゃんなんでね、<laughs> もうピンと来てると思うんですけども、例の KK の息子、えー、中東部、高等部で、もう授業料がバカッ高いですね。あれ、いくらだっけな確か中東部、高等部の、えー、もう忘れちゃったけどな、前調べたんだけど、えー、6年間で確かね、1700万でしたね、授業料でね。 とんでもない授業料ですよね。中学校と高校に通わせるので1000万以上確か使ってましたね。いやいやいやって感じですよね。どっからお金捻出したの ?KK 母さんみたいなね、感じですけどね。まあそれはちょっと、今回ちょっとその話で,話ではないんで、ちょっとまたそれを置いときますけども、いずれにしてもね、この記事の中で最終的にですね、KK 息子の話題に押してるんですよ。でちょっと、それはちょっとまた最後に言いますけどね。 で、このね、えー、ジャガー横田さんの息子さんが、えー、が、まあ、インター、インターにね、通ってたということで、まあ、話としてはね、記事の話としては、まあ、確かにグローバル化ということで、さっき、昨今のね、えー、まあ、あの、受験生をお持ちの親御さんに関しては、こういったようなね、え、英語を話すような、インターナショナルスクールに通わせる人っていうのも非常に増えてるな、というような話で、なんですけども、果たしてそれがいいのか悪いのか、みたいなね。 まあこれはね、いろいろ、まあご意見はあると思いますよね。確かに、インターナショナルスクール通わせれば、その実際の授業中なんかもね、日本人同士だったとしても英語で話すとかね、そういった点で言えば、昨今のグローバル化を見据えれば、将来的にはね、いいのかもしれませんけども、まあ実際ね、さっき言いましたように、じゃあそういったようなことでね、 インターナショナルスクールというですね、非常に高額な授業料を払わなきゃいけないような中学校だとか高校生にね、高校にですね、一体どのぐらいのね、一般国民の親御さんが自分のね、お子さんといえどもですね、通わせることができるか、本当人、本当と,と,と一握りですよね。そういったような話だと思います。 で、今回はそういったようなことに、えー、加えてですね、どうもね、文部省が言うには、昨今のインターナショナルスクールはなんかね、潜りみたいなとこもあって、えー、実際ね、あんまり良くないみたいなことも言ってたしですね。うん、私もね、これはね、どうかなと思いますね。何でもかんでもね、インターに入れてですね、それって結局ね、どういう目的かといえば、英語目的だけですよね。一般の、例えば普通のね、 じゃあ、例えば、国語はどうなの数学はどうなの社会科はどうなのとかね、他の科目全般を考えたときに、果たして別にね、インターがいいのかって言えば、そんなことないですよね。結局、えー、英語という語学、それだけのために活かせるというような点で言えば、果たしてそんなね、めちゃくちゃ高い学位を使ってどうかなという気はいたしますよね。これも完全な私の試験ですけどね。まあ、そういったような中で、KK の息子に関しては、 あの、確かなんか前も聞いたことがあるけど、これも本当かどうか知らないけど、経験の息子ってなんか、以前ですね、TOEIC の試験。日本でもありますよね、TOEIC の試験。私も受けたことありますけどね。 まあ私の点数はあえて言いませんけど <laughs>、大した点数じゃないから <laughs> 言いませんけどね。なんか経験息子は900、950点ぐらい取ったとかねそ、そういったようなことも前なんかのね、報道かなんかで、ブログかなんかだかかな、なんかで見たことありますけどね、それも本当なのかなっていう気はしますけどね。まあ何してこうやってね、一生懸命下駄を吐かしているような人もいっぱいいますしね、まあ経歴に関してもね、嘘ばっかしだから、その950点っていうのも本当かどうかね、知りませんしね。 えー、まあなんで、本当の意味での KK 息子の英語の実力、まあどうなのかわかりませんし、まあただね、もう何年も言ってますからね、アメリカにね、それある程度一般会話をちゃんと話すんでしょうっていうようなレベルじゃないかな、というふうな、これも私のね、想像ですけどもね。で、まあいずれにしてもちょっとね、そういうようなことで、今回この記事の中でね、変なこと言ってんですよ。まあ、 実際はね、さっき言いましたように、このジャガー横田さん、ジャガー横田さんと木下博一さんのお子さんがね、えー、そういうような形で将来的に、えー、アメリカで学びたいというようなことを言ってるだけ、ちょっとそれはそういう記事なんだけど、私が気になっちゃったっていうのはね、要はね、一番最後の記事の内容で変なこと言ってんですよ。えっ、ー、とね、えー、どういうことかって言うとね、えー、そのね、その部分だけ読みますね。 最も海外暮らしをビジョンに掲げているなら、えむ、ー、こ、えー、さんですね。えむこさんの夫、k k の息子、かっこ30歳は正解だったのかもしれない。正解なんですって。<laughs> ちょっとや、ちょっとやりますけどね。えー、中高、中,中学校、中東部、高等部時代に東京都品川区のキャナリアンインターナショナルスクールに通って、えー、ICU に入学しましたと。 現在はニューヨーク生活を送っているということを考えるとですね、えー、その実際の、えー、インターに通わせたこと、要は KK 母がね、通わせましたよね、そういったようなことに関して、正解だったらしいですよ。<laughs> 正解だったんですかね。まあ、正解か不正解か知らないけども、その割にはですね、 なんで司法試験落ちるんだなんで司法試験の、そのね、落ちるとも言えないな。なんで司法試験のですね、あの合格者名簿に名前がつさ名前がないんですかっていう話ですよね。全然正解だったと言えないですよね。まあ今度のね、来月末の、まあ万が一にでもですけども、万が一にでも、えー、名前があれば、まあ多少ないとも正解だったと、多少ね、このぐらいね、言えるかもしれないけど、今現在においてね、 えー、そのキャナディアンインターナー、高いね、一千何百万も使ってですね、えー、中東部と高東部のキャナディアンインターナショナルスクールに通わせてですね、その結果としてですね、使、え、用、ー、試験落ちてるわけでしょで合格してないわけでしょそれをもってですね、正解だったなんてよく言うような、よく言うなっていうような記事ですよね。これもちょっとね、あげあげ記事だよな。そんなこと書くなよなっていう感じのね、記事の内容でした。 まあ、あの、記事の内容としてはね、基本的にちょっと申し上げましたように、このジャガー横田さん、横田さんのね、お子さんの話で、お子さんはまあ、この方はね、このあの、お子さんに関しては非常にね、向上心が高いね、えぇ、ー、15歳の。 ね、少年なんでしょう。ということで、えー、将来的にもね、カリフォルニアのコンピュータサイエンスを学びたいということで、非常に将来に関してもね、非常に高学心が終わりなんだと思います。まあ、それはそれでね、素晴らしいことなんで、ぜひね、あの、高校進学も決まったということなんで、ぜひ頑張ってほしいなというふうにね、それはあの真摯な気持ちで思いますよね。まあ、それはそれで置いといたとしても、いずれにしてもこの記事の内容ですよね、KK 息子、えー、 か、ね、キャナディアインターナショナルスクールに行ったことが正解だった。まあ、なんか成功してるみたいなこと書いてあるんで、それに関してはそんなことねえだろっていうようなね、私は言いたかっただけなんですけどね。えというような話でした。はい、今回もご視聴いただきましてありがとうございました。皆さん、KK 息子は今現在ね、正解だったんでしょうかぜひまたいっぱいね、コメントいただければなと思います。ご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画を。バイバイ。